後ろ下がられて下がっていただいて、負けてもらえた、負けてもらえる形になるからね、毎日やってますからね。牧野はね、本当にすごい、とにかく体の使い方がうまい選手ですね。さあ SBR ゴール前を大きくボール上げてくる、桑原クリアボール、酒井、これは SBR がボールキープできるか、左サイドに展開してくる、 SBR 強い、ゴール前危ないが、横山タクキープできるか、タク倒される、体張って張りましたね、やはりポストプレイヤーとして体張りました。横山あと5分ですね、時間は前半42分を経過しています。もうすぐです、得点は2対1、藤原吉が SBR をリードしています。センターサークル手前から斉藤が出したボール、これはちょっと大きいか、コーナーフラッグのすぐそば、 SBR のスローイン、これは奪って前線奪いたいですね、大きなスローイン、牧野、酒井、花牧野というところでしたが、島サイドに蹴らします、はい、前半も残り時間ほとんどなくなってきました。いけない時間帯ですね、 SBR ゴール前上げてくる、斉藤、島つなぐ、高いかな、桑原、前線というボールはこれは SBR のディフェンスラインに捕まる、吉田が行きます、吉田裏、ダブルボランチが積極的な動きです、トサヘッドでクリア、これは追いつけるか、吉田が一旦トサへ戻す、吉田から大きなボール、これはタッチを割ります、 SBR ボールスローイン、さあ奪えるか、横山積極的でした、トサ中線ちょっとか、いや SBR が前線を気に伝えてきます、これは島足の裏ミスでした、カードはないですね、 SBR のフリック、この時間帯です、気をつけたい、キッカーは17番、今季11得点を誇る SBR の宮原、ゴール前上げてくる、クリアは中途半端、ここ来るか、打たせるな、さあこのボール、石田が、石田が行った、石田が行く、石田が行く、石田博之が行く、石田博之、そして負けを追い越す、中盤でボールをキープする、石田しかし出しどころがなかった、トサ、トサからゴール前へ行く、 SBR クリア、左サイドの桑原、桑原がゴール前へ、石田が行ってる、よっしゃ、グッとこれは直接ゴールキーパー、ちょっと石田あそこで一人で頑張ったんですが、周りのフォローが足りませんでしたか、本人ももうちょっと動きが欲しいです、そういうクリップです、見せてましたね、SBR ミサイルでボールをキープして前線に上げてくる、これは36番ゴールキーパー上杉へ行きます、時間を使っていますね、もうロスタイムに入っていますね、権利が 4審がいないので時間が見えないですよね、第4の審判がいませんからね、時計はすでに45分を経過しています、これから後半15分 のハーフタイムの方で後半となります、ちょっとラストプレーラストプレーになります、さあ横山がスルーして石田、石田牧野へ、いいボールだ、横山、坂井も上がっていく、坂井も上がっていく、坂井行け、いた、どうこれは見出したい、残ってるよ、吉田から石田、いや、ちょっとこれが SBR カット、いや、石田がハットする、石田、石田博之、石田博之から裏へ戻したボール、しかしここで
ホイッスル。前半45分が終了しています。得点は2対1と藤枝も FC が SBR をリードして前半45分を終了しています。いや、緊張感あふれる前半でした。そうですね、失点した時はどうなるかと思って前回相手がこう来るのが早いですからね。予選が早いですね。球際でスライディングしてみたいな、うん、厳しくて時間すると、ゾーンでやる。本当に一瞬たりとも気を抜けない、そんな試合展開になっています。ボトルみたいなのが倒れてます。決めてくれる。そうですね、やはり一筋縄にはいきません。じゃあおやつにしてみよう。おやつ、おやつあるよ。さあ、前半45分終了しまして、藤枝まよしインターネット生中継名物になっております。今日はのハーフタイムこねた5分しかないです。はい、5分しかないです。ここ出してください。4分、あと4分くらいまで。手伝います。じゃあ、丸さん前に行ってください。ちょっとすいません。丸さん、持っててください。はい、はい、はい、本日は、大野ひろちさんが持ってきてくださいました、新潟名物、笹団子でございます。サッカーとはちょっと直接関係、まあ団子とボールというところではありますが、はい、大野ひろちさんはですね、新潟出身で現在埼玉県浦和に在住、そこからここ静岡までいつもいつも応援にくださっています。非常に頑張ってくださっているオーナーさんです。そのオーナーのひろちさんから、いい匂いがするという声も出ていますが、笹団子を今日はハーフタイムコネタとして持ってきてくださいました。本当にどうもありがとうございます。さあ、またこれはまた皆さんでいただいていきたいと思います。はい、前半は終わりまして、後半に向けての展望、解説の方々にお伺いしていきましょう。そうですね、まあ、油断できない展開なので、はい、でもさ、前半の終盤にかなり厚みのある攻撃ができたので、はい、それを続けることによって、さらに追加点を重ねて、確実に勝利のために。そうですね、確実な勝利が欲しいですね。東さん、後半どうでしょう。やっぱり油断せずに、きっちり勝ち切ってもらいたい。はい、大丈夫です。きっちり勝って勝ち点30という。あと控えの選手でも、もうバリバリに出たいっていう気持ちを持ってる選手が多いと思うので、はい、ま、松村あたり、松は今日入ってません。出てない、サブで入ってない。の今日のサブで言ったら、そうですね、矢部崎、そして新村といったところですね。ガンガンに行きたいところですかね。今日あたり本当にね、サブでですね、はい、本日のサブメンバーは34番山田優、23番下山拓也、8番の新村雄介、7番の山崎正隆、6番須藤隆俊、7番大石俊勝、こういうところがサブに入っています。山田優や下山の起用、そして新村を起用することで中盤が落ち着く、で山崎を起用することで中盤をかき回す、そういったところも後半の展開として考えられるかもしれません。さあ、後半までハーフタイムでございます。